本日はモバイルセントリックの時代におけるファイドを利用した ID 認証のデザインと いうことでスマートフォンを活用した ID 認証のデザインについてご説明させていただきます秋にいよいよですね iOS14 にてファイド2のウェブオスエヌから生体認証を呼び出すようになりましたこれによってまあ主要のモバイルプラットフォームでファイドが使える環境ができるようになったのでいよいよ普及期に飛行したと思います今回の発表でファイドの導入を考えているエンジニアの皆様の何かご自力になればというふうに考えておりますのでどうぞよろしくお願いいたします まず最初にです、ね、ID 認証のキーンポイントというものをご紹介させていただきます。ID 認証を安全にするというのは以下の3つの予想をもれなく担保するということでございます。1つはアイデンンテティィティープルーフィングと というところで本人確認やアカウント復旧でもう一つは認証そして、えー、認可といったところを満たしていく必要があります、えー、セキュリティのレベルというものは、えー、これら3つの平均値ではなくて最も弱いところに引きずられるというところが特徴になっておりますので、えー、漏れなく実施していく必要がございますで今までですと、まあ、認証の部分にパスワードを使っていたというところでこのパスワードがボトルネックになって、えー、パスワードが弱いから、まあ、他にでもしょうがないよねという話だったんですけれども、えー、今 ファイドというものが出てきて、この認証の部分が大きく改善しようとしております。でそれに従って、アイデンティティブプルーフィングの考え方やフェデレーションといった部分も、まあ、よりセキュリティの高いものが求められるようになっていくといったところでございます。なので、ファイド認証によって、まあ、ID 認証全体のセキュリティが切り上がっていくのではないかというふうに考えています。 はいで本日はですねこのうちのアイデンティティープルーフィングとこのオーセンティケーションの2つの部分を主にお話しさせていただきたいと思います。フェデレーションの部分に関してもですねこちら、オープン i d コネクトの企画になると思うんですけどオープン i d コネクトアイデンティティアシュアランスの企画であるとかファイナンシャルグレード API の企画等もございますので興味あれば調べてみていただければと考えております。はい ではまず最初にですねあのファイ e に対する KDDI の取り組みについてご紹介させていただきたいと思います KDDI ですねあの自分たちでえと、まあ、作ってデプロイしていくということにこだわりを持っている会社でして今まで4つの製品のファイドのプロダクトを作ってまいりましたでそのうちですね2019年2月ですかねにユニバーサルサーバーの認定を取得することができましてこれを利用してですねファイ e の外反のビジネスであったりだとか AUID のファイの 対応とといったことを実現しておりますまた2019年11月にスマートフォンを認証機とした BL オーセンティケーターといったものの認定を取得しておりましてこの認証機を使った取り組みというのを今,日今回の主要なトピックとしてご説明させていただきたいというふうに考えております、はい、でここからはですね AUID について少しお話をさせてください AUID なんですけれども、さまざまな環境で動作するプラットフォームになっております。一つは、ですねスマートフォンを筆頭に iOS、Android といった環境でおく環境と、われわれの AUID は、ですねスマートフォンのみならず、ですねスマート TV や STIC のような TV であるだとか、ノート PC のログインでもサポートする必要があるので、さまざまな環境で動作させていく必要があるといったものになっております。 はい。で AU ID なんですけど、2020年春にファイド対応しました。で我々の ID はかなり大規模なコンシューマー向けの AU ID ID となっておりまして、AU Pay だとか My AU や音楽だとか、まあそういったいろんなサービスに使っていただけるような ID となっております。でこの ID をどうやって構築していくかといったところをヒントに皆様にご紹介できればというふうに考えております。 われわれの目指す世界観です、えー、AUID がどういうものを目指していくかというところで、まずユーザー観点でどういったものを目指しているかということをご説明させていただきたいと思っております。まず一つはです、ね、ユーザーエクスペリエンスといったところで、これはあのタイプレス認証を扱いたいというふうに考えておりますで。続きましてハイセキュリティというところで、これはパスアドレスという言葉に集約されるのかなと思ってます。パススドドレスの集約はファイド2と といいううものにになるかというふうに考えておりま,すまたさまざまなプラットフォームで利用できるといったところも目指していきたいですし次にです、ね、知識だけに頼るのアカウント復旧というところで認証の部分のみならずアカウント復旧する部分においてもパスワードに頼らないような仕組みというのを考えていくといったところを目指しています。 続きまして、プラットフォーム視点というところで、国際標準、Web で構築するという部分、そしてアプリと Web でプラットフォームを共通化していくというところ、そしてあらゆるプラットフォームでセキュアにしていくというところ、まあ、こういったものを目指していきたいというふうに考えているんですけれども、その鍵となるのはやはりファイド2 w e b o s n というところというふうに考えておりますので、このあたりどうやって作っていくのかといったところをご説明させていただきたいというふうに考えております。 はいでこちらがですね本日のコンセプトというところでまずですねスマートフォンと他デバイスという2つのカテゴリーがありましてその中で本人確認アカウントリカバリーの方法と認証といった方法をどういうふうに定義していくのかといったところを考えていく必要がございます。 いったアプローチでこちらについてはファイドを利用することを想定しているんですけどここで改めてですね FIDE2WebOSN のパワフルな役割といったことをご説明させていただきます。 はい、ではファイド2ではですねユーザーを認証した場合その情報っていうのはクレデンシャルとしてブラウザ内のハードウェアなトラストの領域に保存されますでそして保存されたクレデンシャルを取り扱うことができるのは、えっと、同一のオリジンまあ言い回あればドメイン同じサイトに限られるということになりますそしてその認証要素にアクセスするためにはユーザーのプレゼンスつまりファイド認証生体認証が必要となってきておりましてこれらの特性というのは いわゆるフィッシング攻撃にほぼ完全な体制を持つといったところで非常に安全なものになっておりますで次にアプリにおいてもですね同じようにブラウザのコンポーネントを呼び出すことによってファイルツーの認証をしていくことが可能となっておりますこれはですね、えー、一般的にですね WebOS あ,のウェブオースあ失礼あ えっとウェブビューを使うとですねあの通常ですとえ認証情報を共有できないといったところがあるんですけどファイ e 2のクレデンシャルにおいてはえドメインにあればですねその情報を取り出すことができるといったところでファイ e 2のクレデンシャルといったものはえ認証クッキーよりもですねまあ非常に使いやすいパワフルなものになっているといったことが挙げられます。 でこれらを加えしてです、ね、認証をより便利により安全に利用することができるようになっておりましてクッキーに依存しない認証といったことを使ってです、ね、クッキー脱却の第一歩を図れるのではないかというふうに考えております。はい、でこういった特性を生かしてです、ね、どういったデザインを考えているかといいますと、まあ、ウェブにログインした状態でアプリでそのまま継続できるといったところで例えばなんですけれども、えーとまあ ウェブから集客、ユーザー様を集客して、ID を作成してもらってウェブでサービスをご利用いただいているというケースにおいて、よりリッチコンテンツを求めるユーザー様に対しては、アプリをレコメンドしていくといったシチュエーションがあるかと思っております。その時にですね、アプリの初期インストールのあブラウザに認証された情報をそのまま引き継いでログインさせることができるということで、シームレスなユーザー様の展開といったことができるようになります。 また逆のケースで例えばアプリがタッチポイントになっているケースにまあこの部分はウェブサイトで紹介したいと思ったときにはアプリの認証情報といったものをブラウザにそのまま伝播することができるというところでウェブとアプリであのログイン情報の連携をすることができるという機能をファイル2によって実現することができます。はい 続きましてです、ね、また WebOSN を使うことによって、これはブラウザの標準機能でございますから、デバイスにブラウザが備わっているものであれば、すぐに使っていけるということで、これらを使ってです、ね、ID 認証を Web に集約することを検討することができます。これによってです、ね、環境ごとに個別の作り込みといったものを排除して、安全性と低コストというものを実現していることが期待できます。 はいで、先ほどあのファイル認証の話をさせていただきましてまあ、これで認証は動くかなといったところなんですけれども、えー、続きましてですねあのスマートフォンにおけるま本人確認やアカウント復旧の部分をまどういうアプローチで実施していくかといったことについてお話しさせていただければなと思いますあのこれにはですねまあ、キャリア独自のあ認証の部分を含んでいるんですけども併せて説明させていただきたいというふうに考えております はいでここではですねキャリアにおける本人確認とアカウント復旧ということでご説明させておきますいただきますまずキャリアにおいてですね携帯を契約する場合は携帯電話不正利用防止法という法律に基づいて実施されますこれによってですね、まあ、一般的な携帯契約ではまずユーザー様はですねあの顔写真の付いたあ公的身分証明書マイナンバーやあー免許証のといったものをあの店員に提示しますで店員はフェイスとフェェススで、えー 顔の要望と顔写真というものをチェックして一致している場合ユーザーさんに4桁ピンの入力といったものを依頼しますでユーザー様が4桁ピンの入力を入れるとオペレーターはですねお客様の情報と SIM カードとその情報をデータベースにセキュアに格納いたしますこれによってですね SIM カードとお客様の個人情報とそして4桁のピンコードとそして AUID とこの4つがですね極めて 密接にバインドされた状態で携帯が契約されるといったことになっております。はい、で先ほどの SIM の強い結びつきを使ってです、ねまあ、キャリアの特性を生かしたアカウント復旧手段といったところでこのようなことを実施しております。これは何かといいますとまず SIM、ね、オーセンティケーションということで、まあ、SIM のセキュア暗号演算の部分で 暗号エンされた結果でもって我々のネットワークに接続するといったことをまず実施いたします。まあこれによってですね、えっ、ー、とキャリアはですね誰がアクセスしてきたかということを100%推定することができるので、これでもってユーザー認証をすることができます。これはですね、あのユーザー様がサイトを訪れるだけで認証できるというまあ非常にパワフルな機能となっております。 ただしです、ね、この認証については、所持認証に相当するものでございますので、この所持認証だけでは、例えばです、ね、携帯を落としてしまったときに、誰かに拾われてしまうと、使われてしまうといったところで、まあ、家族とか紛失の対策っていうのができないといったところで、この所持認証とプラスしてです、ね、あの携帯契約時にセットしてもらった4桁のピンコードを入力することによって、 アカウントリカバリーとするといったところをアカウント復旧手段として考えております。これによって所持認証と知識認証によってかなり安全でかつ UX のいいキャリアの復旧手段ということになっております。はい で次のページですけど、まあ、今紹介したものをやはりあのキャリアならではのものだったというところなんですけどほ、まあ、他の人たちどうするのかといった課題があるかと思いますもちろんあの、えー、と我々が販売するキャリアのソリューションといったものを使っていただくということも検討にしていただきたいんですけれども、まあ、今でいうとですねあのマイナンバーを活用した本人確認といったところも、まあ、検討の視野に入ってくるのではないかなというふうに考えておりますでマイナンバーのです、ね、今までの課題といったものが何があったといいますと1、えー、つはです、ね ですね、読み取り機器が市場に出回ってないカードをどうやって読ませていいか分かんないといった課題と、えー、もう一つはですねあの、まあ、国民の皆様がまだまだマイナンバーを持っていないという問題があったんですけど、えー まず読み取り機器に関しては、まあ、収容 OS でですねすでにあのマイナンバーの読み取りに対応しておりますので、スマートフォンでマイナンバーを読むといったことであれば、ほとんど問題ないような環境が揃いつつあります。また、普及率に関しても、ようやく20%を突破した断面ではあるんですけど、まあ、今あの 時の政権がですねマイナンバーの普及に本腰を入れているといったところでまあこの普及率も爆発的に上がっていくんじゃないかといったところが期待されますなのでこのマイナンバーを使った本人確認といったところも一つ有望の選択肢になるのではないかというふうに考えておりますはい、ここであの本人確認とまアカウント復旧についてまとめますと特に昨今ですね金融レーター レイヤーにおいてです、ね、ファティフなどの関係からオンラインの本人確認について、まあ、より厳格なものが請求されておりますまた社会的要求からも安全性を求めるレベルも、まあ、いろんな事件もあって高まっているというふうに考えております、まあ、こうした世の中に対応していくためにはです、ねまあ、やはり IC カードレベルのハードやトラストな領域の担保を持った本人確認の手段といったものがやはり必要となってくるのではないかというふうに 考えてておりまして我々はそういったものをソリューションと使用していたりキャリアの社会的役目とか出せるような取り組みをしていければなというふうに考えております。はい、でここまででですね今まで説明した内容でスマートフォンにおけるキャリア認証とファイド認証といったものが適切に動作しますよといったことをご説明させていただきました。でではその場合次ですね タデバイスの場合はどうううしたらいいいいんだろうという課題がございますすバイスの場合はですね例えばで、ね、SIM のスロットがなかったり生体認証が具備されていなかったりだとか、まあ、そういったものもありましてですねスマートフォンのような、まあ、リチな環境で認証していくことが難しいケースがあるといったところで我々がどうしていこうといった取り組みについてご説明させていただきます。 はい、でまず、ですね、えーまあ、例えばですね TV 等の環境、まあ、ノート PC の環境で、まあ、よくあるのはパスワードを打つといったところなんですけど、まあ、我々はちょっとですねパスワードを、えー、利用しないということを考えておりますので、えー、これら以外のアプローチを取っていきたいというふうに考えておりますでよくあるのがですね、まあ、QR コードを利用したりだとか、えー 秘密の数字を打たせて認証のキーとする方法があるんですけれども、こういった認証手段は非常にフィッシングに弱いという欠点がございますので、別の手段を取っていきたいというふうに考えております。はい、でここでですね、スマートフォンをファイドの認証機にということで、ファイド認証機として動くアプリをまあスマートフォンに搭載をして、でそのそれを使ってファイド認証をすることによって 他のデバイスと認証連携をするといったところで、他のデバイスにおいても安全な認証というのを伝播させていこうというふうに考えております。はい、でここではですね、スマートフォンをハブにして、その認証機を外部デバイスに伝播させるというところを考えております。なぐれとししては先ほどまでご説明したスマートフォン のファイド認証というのを管理をさせますこれによってログインしたいサービスの中にクレデンシャルというものがセットされておりますのでその後このファイド認証機を通してファイドの認証情報というのは PC 側に伝達させていくといったことを考えます。PC 側つまり多デバイス状態では、えっと、単純に WebOSN、ね、の, We の API を呼んでいるだけで外部デバイスとして認識するといったところで多デバイス側の実装というのは非常にシンプルなものになっております。 はい、これによってファイド認証を伝播させていくといったことが実現できるというふうに考えております。はい、でこちらによってコンセプトは完了いたしまして、まあ、あのファイド認証機スマートフォンをファイド認証機としてデバイスを使うことによって認証というものが完了するといったところなんですけど、えっと、まだまだちょっと課題がございますでその課題についてちょっとご説明させていただきたいというふうに考えております。 で一つはですね、まあ、どうやって認証機を初期登録化せようかという問題がありまして、まあ、いくつかちょっと専門的になってしまうんですけど課題がございます、えー、認証機アプリはプラットフォーム認証機になれないであるだとか、まあ、C トップ2のプロトコルでしゃべることができないとか、まあ、いくつかの課題がありますので現状標準的な手法で、まあ、認証機アプリにファイドクレデンシャルっていうのを登録することができないといったところなんですけれども、まあ、これらについてはプラットフォーム側の、えー、今後の API に期待したいというふうに考えております でもう一つはですね、BLE の接続の不安定さ、BL のスペアリングの問題というものがあるんですけど、まあ、通常、BLE の接続をするといったところは、ユーザーさんに非常にヘビーなものでございまして、かなり煩雑な取り組みが必要なんですけれども、今、ブラウザ側で準備しているケーブルといった企画に期待しております。この企画はですね、まあ、ブラウザ側で QR コードを表示をして、 でそれをスマートフォンのアプリで読み取るとでそうすると接続が完了するのでスマートフォン側で生体認証をするとノート p c 側の認証が完了するといったところ、まあ、こういった、えー、と仕組みがございますので今これをプラットフォームのブラウザーベンダー側で鋭意作成中だと聞いておりますので、まあ、こういった取り組みに期待しておるといったことでございます。で最後に、えっと、もう一つは 今、ファイドの認証というのはブラウザに力略しているものでございますので、あくまで画面があってブラウザがあるものとしかつながらないんですけれども、今後、IoT デバイスといったところで、スピーカーであったり、腕時計であったり、必ずしも画面がないデバイスも出てくるといったところで、こういったデバイスについても、ファイド認証機を通して認証できるような世界というのを作っていけるような。 世界というのが実現できることを期待しておりますこれはファイドアライアンスの中の IoT ワーキンググループといったところで今検討させていただいている内容だというところでこういった取り組みの今期待している状況でございます。はい、で最後にですねスマートフォンをタッチポイントにしてあらゆるデバイスがつながる世界へといったところでモバイルセントリックなスマートフォンの時代に合わせてスマートフォンをタッチポイントにして いろんな IoT であるだとか決済であるだとかホテルのチェックインであるだとかそういったデバイスを介して認証情報が伝わることによってユーザーの皆様をより便利な世界を作っていきたいなというふうに考えております。どううもありがとうございました